&コー DJ コーです。さあ今日はひとみが来てくれました。イエーイ。でもいつ呼んでくれるのかなと思ってもうくーちゃんばっか呼ぶからいやそんなことないこちらは新橋の、はい、まさにくーというスナックなんですけれども、こういうスナックとかなかなかじゃないでしょ。あ、でもなんか落ち着きますよね。そうだよね。こうゆっくりこうなんていうの、知らない人とも仲良くなれるし、居酒屋でバイトしてたんですよ昔。え、マジで？はい。高校生の時にバイトしてて。じゃあもう会った時の頃だよね。はい。何やってたの？ホールとか小上がりとか宴会とかもやってはい、日体大の人がもうマジでシャーってくるんでめっちゃ大変でしたよ。あ、やってたんだね。やってましたよ。おしぼりこうやって出して。そうか。下積みだというところでやってたんだね。で、ちょっと今日はママさんがいらっしゃいますので、ちょっとお願いします。お名前はすみと申します。すみママさん、よろしくお願いします。お願いします。いつもこういうやっぱりスナックっぽいねドレスでいいですね。いやいやもうなんかすいませんこんな。はい。はい、ありがとうございます。おしぼりから。おしぼりから。お酒なんですが、ソーダと水割りと分かりますけど、じゃあ私ハイボール。じゃあそれを2つお願いします。ウイスキーで。はい。はい。よろしいですか。やっぱり今このお酒なんですか。多いですね。やっぱり角瓶が。とにかく多いです。なんかハイボールが流行ってからやっぱり増えました。でも焼酎に黒切りソーダを入れる方もいらっしゃるので。でも缶にもなってますもんね。缶のありますよね。どうですか年末とかは？年末はやっぱり団体さんが少ないです。でも団体って感じでもないじゃないですかね。前はやっぱり5、6名の方がこう来てくださったりしましたけれど、今はやっぱりもう今まで来た方がお一人でお忍びでいらっしゃったりとか、なんかそういう感じでこそっと来てこそっと帰るって方もいらっしゃったり。普段は家で飲む？一人でキッチンでやりますよ。飲むんだ。そこはね。鮭とばとか食べながら。鮭とばって何？鮭とばってコンビニで鮭のなんていうんですかあれ燻製みたいな。感じですよね。鮭とばとか韓国のりが私は好きです。ありがとうございます。こういう感じなんですね。ありがとうございます。じゃあまずは乾杯でございます。乾杯。はい、ありがとうございます。はい、ごゆっくりなさってください。ひとみさん、ミリオンシンガー、一緒ミリオンシンガー、おめでとう。あれはね、見たみんな見た。すごかったよね。いや私も周りもそうですけど、誰も撮ると思ってなかったですから。私ももう一曲歌えればいいやっていう気持ちで行ったので。大体もうまあ見てる方もそうかもしれないけど、まあ名曲いっぱいあるけども「LOVE2000」とか「CandyGirl」とかそういうダンサフルであったり前向きな瞳の歌声っていうのがついているけども、最近の J−POP であったり演歌の瞳がめちゃめちゃいいんだよね。ほんでよかったよね。橋本ちゃん何よかった？オールニューワールドですかね。おお、100点取った。よかったよね。よかったよね。見ていただけたんです。本当ですか。よかったよね。ドキドキしながら見てたんだけどさ。いや自分もです。ドキドキはしてたのあれ。してましたよ。やっぱり。はい。お客さんも入ってたんだもんね。入ってました。もういいやっていう気持ちで。もう何でもいいやみたいな。だからなんか出る以上はもう自分さらけ出すぞみたいな。カラオケを真面目にやろうとすると、自分がなくなるんですよね。なんかこうニュアンスとか雰囲気とか自分の良さみたいな。それをちょっとさらけ出しすぎちゃうと点数低くなっちゃうし、でもちょっと自分も入れないと。なんかこれに出てる意味もないなっていうのがあって、確かにね。だから 30% ぐらいはちょっと自分を少しだけ出そうみたいな気持ちでやったんですけどね。でもチャレンジ番組ってすごく踏み切りがいるじゃない。いやでもこうさんってむっちゃ出てるじゃないですか。その手のあれ5年生のやつとかも出てますよね。出てるね。あれとかいや絶対無理ですよ。私家で子供となんかクイズ番組とか見ながら当てっこするんですけど、はい、もう2万円ぐらいで終わりますねあれだったら例えばいやー、結構チャレンジのものって、まあ何が出るか分かんないじゃない、クイズも歌もそうだし、だからそこに対して一応準備をしていくじゃない。その俺だったらクイズだし、そのミリオンシンガーだったらとにかく歌、いろんな歌歌っていくじゃない。カラオケボックス行って、カラオケボックス行って練習するじゃない。だからそこの時間をね、自分で作っていきながら臨むっていうチャレンジ番組大変だよね、そこはね。私初めてでした。だからよく行ったなと思って。本当ですか。だからもう本当に試されるじゃないですけど、歌はまあ歌ってきたのもあるし、一回やってみようかなっていう、そういうオファーも結構いただいてたので、何回か。なんかもうここで踏みとどまってる感じがなんかすごい弱虫な気がして、ちょっとチャレンジしました。でもね、それを歌本業じゃない、本業をそういうチャレンジでいくってこれね、結構なねことなんだよね。そうですね、ハードルちょっと高いっていうか、ね、逆に高いと思う、はい、本業でそれを歌番組ではなく、チャレンジ番組で見定められるっていうところに行って、まあ、変な話、なんだあいつダメじゃんって言われるっていう、常にそれが思っちゃうよね。でも俺番組見てて何が素敵だったかって、なんかすごくナチュラルだったんだよね、見てて。本当ですか。気負ってるわけでもないし、よし変に頑張ろうとかそういうなんかそうでもなく、なんか等身大の今の瞳が歌ってます。歌好きですっていうのが感じられて、わあこれかっこいいなと思ってて、実際めっちゃかっこよかったんだけど。ありがとうございます。でもなんかやってよかったです。そうだよね。カラオケ苦手だったんですよ。そうなの。はい。でやっぱりまあ結城さんとかもそうだと思うんですけど、やっぱライブの歌い方とカラオケって違うんですよ。音にはめていかなきゃいけないんで、音程をピッチを、だから全然多分なんか「イージードゥダンスフー」ってやってるいうライブのノリでいくとなんか結構ずっこけるんですよ。で私「LOVE2000」とかもカラオケで点数のやつとかで歌ったら全然初めとかダメで、なんで私本人なのにダメなのみたいなおかしいでしょみたいな。でもそれぐらいなんか違うんでしょうね、もう打ち込みの採点方法だもんね。だからその音符の長さとかね、キーのね、普通だったらまあこう言ったらあれだけど、それ通りに歌ったらそのLOVE2000にはならないんですよね。やっぱり瞳の歌はLOVE2000のその盛り上げ方とか A メロ B メロの食い方とかそういうところがあっての本当は歌なんだけど、それを点数に換算してみんなが分かるようにっていうところが逆にハードルだよね。そうなんですよね。だからそこに、だからもう自分の歌い方はちょっといいか置いといて、なるほど、はい、もうこのカラオケさんと付き合っていこうみたいな。おお、じゃあ今までというか、ライブでもうやっている歌い方と変えるっていうところでもチャレンジして、そうですね、どっちかっていうとレコーディングの方が近いかもしれないです、歌い方としては。あ、なるほどね。レコーディングは安定した歌い方をしないと、なんかライブノリで歌うとダメじゃないですか。そうだね。そう、だからレコーディングのノリで歌うとちょっと近づけるっていうふうに発見しました。なるほど、でも最近そのファーストテイクとかさやってるじゃない、一発歌いっていうね。いやでもなんか布袋さんのとかちょっと見たりとか、すごい布袋がファーストテイクみたいな感じで、でも新鮮ですよね。新鮮新鮮。アーティストの緊張感、あれがなかなか普段見れないものを見させてもらうっていう意味ではあれすごいいいなと思うんですけど、普通だったらまあレコーディングだと1回 A メロで、じゃあ次 B メロここ歌おうかっていう、作り込むっていう作業はね、うちらしてるからね、それをレコーディングのように一発撮りで撮るみたいな。だから俺ミリオンシンガー聞いて、瞳のそういうファーストテイクとか聞いてみたいなってすげえ思った。本当ですか、それまたド緊張しそうですねせっかくなんでと言ってはなんですが、はい、やっぱりそのミリオンシンガーの感動をですね、ちょっとスナックで、あ、いいですか、歌っていただきたくても、はい、わかりました。はい、お願いします。はい、じゃあ早速入れさせていただきます。これはなんか曲ナビも分かってるんだね、こう使い方。私もう慣れっこ。慣れっこなんだ。俺ね、カラオケ娘と行ったりすると、俺さすがにあんまりいじれなくて。カラオケ娘と行くんですか？行く行く行く、家族で行ったりする。どういう感じですか？やっぱ TRF 歌えとか言われるんですか？いや、言われない言われない、そんな娘には言われないよそれは。じゃんじゃんトゥルラン。生で聞きたいじゃないですか。そうやってこの人ぐらいですよ。普通に俺をいじってくるからこうやってノリで本当に。別に君を求めてないけど。